はい、皆さんこんにちは。キモチです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回なんですけれども、 YouTube が壊す当時の価値観、ピカソの女性問題なんていうことでおしゃべりしていきたいと思います。私キモチ全然詳しくないですけれども、美術好きです。西洋画はカラバッチョが好きですかね。日本画は曽我蕭白とか好きです。カバネルのヴィーナスの誕生とかも好きです。美しい感じがしてね、好きなんですけども。あと、絵画そのものじゃなくてですね、邪道かもしれないんですけど、画家の人間性、まあ、とりわけ、まあ、クズ具合に引き込まれたりします。まあ、小説家のクズ具合も好きだったりするんですけども、画家のクズ具合も大好きです。で、今回そのクズ具合に関連したお話なんですけれどもね、ピカソですよ。美術に興味ない方でもね、知ってる名前じゃないかなと思います。ゴッホ、ピカソぐらいでしょうか。あとルノワールぐらいですかね。ピカソ実は本名、落語のジュゲムのジュゲムばりにめちゃめちゃ長い名前なんですよね。で、このピカソなんですけども、まあ、ゴッホはどっちかっていうのもピュアすぎるというか、ピュアの度合いが甚だしいというか、それと比較して、ピカソはですね、女性とのハプニングというか、女性問題がすごい、とんでもないんですね。もうすごい女性遍歴がすごいというか、まあ、城とか買っちゃうような人ですからね、女性のために。で、うまくね、こう、恋愛が終わるとかだったらいいんですけど、そうじゃない形で終わっちゃうこともあるわけですよ。で、それによって、その別れた後の女性がね、自らの命を絶ってしまうとか、そういうこともあったりするんですね。まあ、そういう側面からしたら、まあ、クズというか、まあ、なんというか、いう状態なんですね。で、それを、最近ね、女性の人権を守ったり、まあ、女性の地位向上をこう目指している団体がいてですね、その団体が、まあ、このピカソの女性問題を取り上げて批判をしたりするんですね。まあ、絵だけはずっと残っているわけじゃないですか。で、この絵が生まれた背景には犠牲になった女性がいるんだよみたいな、そういうことだと思うんですけれども。で、問題なのはね、まあ、ピカソって人としてクズだよねって批判するだけじゃなくて、その作品に対して作品を批評するっていうだけじゃなくて、物理的攻撃をするようになったりするんですよね。なんかいろいろこういたずらしたりとか、そういうところまで来ちゃってるんですよね。このあたりを、この問題が取り上げられるのを見て、あ、これはこれ、それはそれ、その時の時代の価値観はこうだったんだ、今はとても許されることじゃないけれども、みたいな、こう、線を引けないっていう、まあ、線を引かないといけないと思うんですよね。歴史を学んだりするときもそうだと思うんですよね。当時の価値観はこうだったんだ、今はダメだけどね、みたいな。ところが、厄介なのは、この今回のピカソの問題で、作品は時をまたいでるわけですよね。当時の価値観で作られた作品が今何十億っていう価値で光り輝いてるわけじゃないですか。だから価値観は線引きできても、作品は線引きできてないんですね。いわゆる現在完了進行形のようにこうずっと存在し続けてるわけですよね。輝いてるわけですよね。このあたりが難しいなっていうふうに思うわけですよ。で、この件に限らず、当時は当時、今は今っていう線引きがもう難しい時代になってるなって、時間という概念がなくなってるなって思うように、思うんですよ、自分としては。具体的に、まあ、分かりやすい事例として YouTube が一番挙げられるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、皆さんがこのラジオ動画にどうたどり着いたかは知りませんけども、目の前に動画が何本か出るじゃないですか。おすすめだとかそういったものって。その動画、
投稿された時期は、まあ大体いついつに投稿されましたって出ると思うんですけど、その中で、アップされてる動画そのものっていうのは、いつの時代のものかがわかんないじゃないですか。動画の冒頭に、この動画はいついつに撮影されたものですとか、この動画はいついつに放送されたものですなんて、こう字幕をつけてる人って少ないと思うんですよ。で、まあ、なんかサービス精神が旺盛というか、ちゃんとしてる人は、概要欄の中に投稿日時だけじゃなくて、この動画は昭和何年に放送された、放映されたものですとか、撮影されたものですとかっていうふうに、いや、書いてくれてる場合もあるかもしれませんけど、まあそんなことはほとんどないわけですよ。で、それに対して見る側ね、見る側は、ポンと現れたものを、まあタップして見るわけじゃないですか。で、見る側の姿勢として、当時は当時、今は今の価値観で見ないわけですよ。今の価値観で待ち受けるわけですよ。それは摩擦起きるよなっていうふうに思うわけです。で、リテラシーが低いと脊髄反射をしちゃう可能性があるわけですよ。そのあたりが難しい時代になってきてるよね。YouTube が壊してるよね、当時の価値観をっていう風なんですよね。もうイデオロギーの変化とか難しいですよね。なんて言うんでしょう。例えば、じゃあ、気持ちがこういう1年前、2年前、こういう考えだった。2年3年経って考えが変わりました。それが、まあ、イデオロギーのようなレベルで、もう右にいた考えが左に行った、左にいた考えが右に行ったっていうことになるとですね、その変化が YouTube の動画では分かりづらいわけですよね。だってどの動画が何年前に投稿したやつがいつ出るか分かんないわけですから。まあ、アルゴリズムで YouTube の側がね、見られてる動画を優先して出してくれるとはいえ、そうなると逆にね、今出したとか何年前に出したって関係なく、見られてる動画をにどんどんスポットライトが当たっていくわけですから、難しいですよね。そうなると見る側が、この発言は、この映像はいつのものなのか、いつの価値観で、価値観を下敷きにして見ればいいのかっていうことをしなきゃいけなくなってくるわけですよ。これはすごく難しいと思うんですよね。自分で映画を見に行ったりとか本を読む、自分でドラマ、演劇を見に行くっていう、能動的に撮りに行く場合は、当然前のめりで前向きに見に行くわけですから、あ、こういう時代のを背景にした作品なのねっていうふうにわかるんですけど、YouTube に関しては難しいですよね。その業界のことを知ってる人間ならいいですけど、知らない人間からすると、ん?ってなりますよね。そういったところ、こう、YouTube がどんどんその、当時は当時、今は今の価値観を壊して、なんていうか、時間的な奥行きをなくしていってるんじゃないかな、なんていうのをね、このピカソの女性問題から感じたんですよね。だから普遍的なものを語るしかないのかな。でも普遍的なものってあんまり面白くないし、そもそもまた時間が経てば普遍的なものも変わっていくので、難しいなっていうふうに思ったりもしたんですね。自分が作品を発表する側にいるので、落語の犬の目っていうね、犬の目をくり抜いて、そのくり抜いた目をね、人間の目に入れるなんていうのがね、電話で講義を受けたなんていうことがあったりするんですけど、そういったところからも難しい時代に突入してるのかななんていうのを思ったんでした。さあ、皆さんはこのピカソの女性問題からどんなふうに感じたですかね。当時の価値観を持つことができるのか、今は今、当時は当時、考えることができてますでしょうか。またよかったらコメントください。はい、最後までおしゃべりお付き合いくださりありがとうございます。また別のラジオ動画でお会いしたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。